ちむどんどんが大好き、たっぴえしぎじんです。あの朝ドラのね、まあ、ちむどんどんなんですけれど、あの黒島結菜さんが演じるあのヒロインですね、信子がですね、なんか出産したっていう、出産したっていうか、まあ、作り話なんですけれど、あの出産シーンがですね、それになんか批判殺到されていて、本当に批判殺到されてるんですけど、あのツイッターとか見ればわかるんですけど、とかね、まあのプリキュアのあの出産シーンの方がマシとかね、そういうシーン、こうツイそんなみたいなツイートがあったりですね、本当にね。まあ、このドラマ自体あのそもそも批判殺到だらけのドラマなんですね。はい、あ僕もそうですね、最初も見たんですけど、後からちょっとね、あの見なくなったんですね、いつの間にかね。そして久しぶりに見たんですよ、そのちむどんどんね、朝ね、ちょっとね、まあ見てみたんですけど、出産シーン見てみたんですね。まあそうですね、まあ確かにちょっと下手ってわけではないんですけど、なんて言えばいいかな、だから真剣に演技してるのか、まあ黒島さんには失礼なんですけど、ちょっとね、なんかちゃんとなんか演技してるのかなっていう、ちょっと微妙な感じだったんですね。はいはい、まあね、まあ、それであれだったんですけど、まあ本当にね、ハッシュタグをつけて、ちむどんどん反省会っていうのをね、あのつけてですね、批判したりしてですね、もうもうちむどんどんこなすドラね、あのアンチの方が多いような感じがするんですよね。相当もうね、あのやばいドラマらしいんですね。僕はそこまでそんなにやばいってわけではないんですけど、普通の朝ドラだなって感じがしたんですけど、ね、沖縄のドラマなんですけど、沖縄のドラマって言っても、あれ沖縄が舞台っていうか、まあ、沖縄の人が東京に上京してなんかイタリア料理を作ったり、沖縄料理を作ってお店でなんか何か出したりするっていう、そんなみたいな話なんですけど、本当にあのまあまあそんな感じで、なんかいろいろね、あの批判殺到されていて、まあ、めちゃくちゃなんでしょうね。まあそれを見て、あのこれ批判してる人ね、めちゃくちゃに見えるなのかもしれないんですけど、まあ本当にね、まあだからといってね、その登場人物本人をまで批判っていうか、あのまあ誹謗中傷したりとか、そういうのはあのよした方がいいですね。あのよくね、ドラマとか映画に出ている役者さんって、まあ、特に悪役とかね、演じている人が、その悪役を演じている中の人っていうか、それ演じている人までね、誹謗中傷とか受けたりもうしてる方もいるみたいですから、ね、いるみたいですからね。あの作り話とね、現実をね、なんかごちゃ混ぜにしてやってるっていうか、そういうことをしてる人もいるので、ちょっとね、ある意味役者さんってちょっとかわいそうっていうか、ちょっと大変だなっていうのを思いましたね。はい、これを見てね。はい、まあなので、まああのちむどんどんは来週ぐらい、再来週かな、再来週ぐらい最終回みたいですね。はい、まあ本当にもうごめんなさいね、話があんまりまとまってないと思いますけど、今日はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ失礼します。